皆さんこんにちは、ハワイケースケです。本日2023年12月12日、20時10分、昨日の晩3時間ぐらいしか寝てなくて今日仕事まあ今日はまだ積み込みとか、まあ積み込み自体がトラック自体が到着してなくて、まあ倉庫内のまあタイヤを棚をこうずっと入れ替えていくっていうような作業がメインだったんですね。で、まあ今日帰ってきて、まあインターネット記事を見たら、ラルク・アンシエルが来年、ライブツアーを行うと。まあそういうことで、ああ、よかったなと。まあ、たまにライブツアーを行ってるんで、ちゃんと会おうぐらいやっていうのが分かったか。ちょ、ほんと。多分、シュウが株式会社一緒に働きに来たやろ。うんっていう声が聞こえてきて。髪の毛染めとったら分からへんから。ひろゆきっていうドラム、同級生。同じ学校、東山小学校、神戸市兵庫区の東山小学校で、で、その後、夢の小学校になってるんです。で、まあ、その写真であれゆずのそのゆずの北川友人という人が結局ギターで出てるように見受けられるんです。なんかタバコ吸ってる人いませんでしたっけ、最初の方のラルク・アンシエル。もう何があったかわからない。この間やっとね、X の曲が全てじゃないですけども、まあ、ヒデさんと、まあ、ヒデさんもいろいろありましたけども、その、テレミーとか、ハレルヤなんとかっていう、ああいう曲とか、結構歌詞、良い曲とかあるなっていうのを思い出して、だからもうソロ活動するときにその法律に強い人と一緒に動かなかったら対応できないでしょ。もっと話し合え。迷彩服着た自衛官に止まった。一回ちゃんと車輪ついたとこ見せた方がいい。今時の戦車を正しちゃんと。キャノンもついてる。ちゃんと自衛隊エネルギーの残存量もね、もう20年以上前からダイヤに交換させられとるから。戦争の時何やん、そのタイヤで動く程度。それ本当は装甲車っていうか、装甲車にキャノンつく。それメタルマックスっていうゲーム最初のちょっともうこれ言い始めた、多分もうどうせ新聞記事が書き始めると思いますけども、これ僕が最初に言い始めたからじゃないと思いますよ。戦力外通知ちゃんと国連加盟国テレビ局のアホなニュース。僕もどれだけアホにさせられたか。おかしい、学校の授業や。そういえば、国連加盟国になってるし、そう、ソビエトの崩壊とかは本当にあったし、僕は中学生ぐらいの頃、てんてんてんってなるんですけど、まあ、シルベスター・スタローンさんは本当に米軍だった人で、まあ、アフガニスタン関係だったんじゃないかと。まあ、そういうことで。まあ、ちょっと話されたんで戻しますね。ラルク・アンシエルの話。ちょ、ほんとね、メンバー固定でしょ。わからへん。っていうことは、ギタリストが、北川、友人っていう読み方でよかったでしたっけ、ほんとに。今年の阪神タイガースのね、勝ち負けのビッセル神戸、
テレビの放送見ないでしてるから勝ち負け。もう慣れとうから、もう東京オリンピックぐらい完全。松山英樹とかそのあたりもそうだったか、世の中。もう無理、本当に。もうスポーツ業界、本当にこれ、ルール法律承認。誰か聞いてくれたらもう承認でええから。コンピューターも理解してて。もうええから、本当にスポーツの勝ち負け。今までの分の金先払えや、本当に。無理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 って。もうフィギュアスケート見たら分かるやろって。頭なんかどれだけ貸してもなーって。男子であんなに何も出たら、銀とどうやろって。ジュニアグランプリ、グランプリ見たら、ちゃんと日本人選手、男性一人と女性一人、ね。6人しか出場枠しないようにちゃんとしたんですから、エネルギーの残存量問題で。ちょっと前の数年前見たらいろんな国に、めちゃくちゃ集まってきて。ショートフリー。これ何時間前からしてんの？あかんかん。違う違う。それ、甲子園で例えると、地方大会、兵庫県とかね、まあ、秋季大会からの、その、春の甲子園の話、変わってきますよ。まあ、それによっては、一つの都道府県から2チーム出てくるところが出てくるときありますけど、何したんっていう話になるんですか。相互関係でね、何があったかとか、いろいろ調査せんと答えなかなか見つからない。その話に置き換えると、ね、あれおかしいな、夏の甲子園ちゃんと予選各都道府県で大会開いたのに、気がついたら甲子園、たくさん、いろんな各都道府県の複数のチームが集まってきて、100チームくらいで試合した。あれ、こんな方法で感動あったっけって、一試合のその重み、青春がかかっていたのか、その努力、何時間努力をかけてきたかっていう、そこだったでしょって感動があったのは。タバコ吸ってた淡井圭介のストーンスポーツの鹿島家のあれだけの証言揃っていて、まだ分かれへんのって、ルール法律やでって、勝てるわけないやん最初からって、ない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 、優勝の方がない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 。PL 学園なんか野球部自体がなくなってるから、どれだけ活躍していようが、ちゃんとその辺ちゃんとけじめつけなあかんっていうことで、お前らそれで何回優勝してきてん。ほんと国民の税金、そこ球団、教団らしいけど PL 教って法人税納税してなかったでしょ。当たり前やん、そんな。叱られるに決まってるでしょ。まあ、もうそれと同じでね、まあ、まあ、音楽業界、この間、グレイの皆さんへのメッセージ、もうどうぞ着信したってしといてほしいんですけど、ちょっと面白い。何回か、よくされていたのか、どうなのか、まあ、2回目見ましたけど、グレン・ダイツァーいう、会心の一撃、会う心で一撃一回、会心、ゲームしすぎた、ただただ威力のある一撃、勘違いしてる人続出、会う心と書いて会心の一撃。ファイナルファンタジーは、もともとこれスクエアエニックさんの人たちが言ってるんですけども、もうその人たちはもうほとんどの人が引退してるんですけども、もう会社の社運をかけて、最後にファイナルファンタジーっていうゲームを出して、これで失敗したら、もう終わりだからっていうところで、もうここも倒産するからっていうことで始まってるんです、本当に。ファイナルファンタジー。だけども、そこはなんとか最初の1はね、まあなんとか行ったんですよ。でそこで2ですごく面白いシステムとかいっぱい出てきて、で今までいないその新しさっていうものとストーリー性っていう、その両方がねあったからなんとかなったんですよ。勢いついていって、ドラゴンクエストの最初は本当はそう、ドラゴンクエスト1なんかみんな RPG っていうゲームを経験したことがなかったから、なんかまあドラゴン倒しに冒険しに行ってるっていう、最初どこ行ったらいい、最初の映像にはバラうから
いつも主人公が正面持っててそのまま横とか上とか。フルスラッパ休憩時間ぐらい面白い話してもええからっていうことになってルールは法律の話だからこっちもチェックするわ。その当時桐谷課長とかの、うん、そういうことになってるわってテレビ局の知識人がもうそう言ってるはずなんだけどもとか、ちゃんともっと法律関係の人たちも言ってるはずなんだけどとか言って、まあそういう話で、でその中日ドラゴンズがドンつったドラゴンクエストでおかしくなったんじゃん。そのうち冒険のクエストク、そのクイズの方の人たち問題に対する Q&A答えがわからないと、そのエネルギーの残存と本当に分かっていたらドーム球場を作ってないから。豊田章男さんもせっかく僕がね、そのトヨタという会社はちゃんと未来を見て電気自動車に舵切るって、僕はフルツーラーパークで20歳ぐらいの頃にある程度ね、その河川専門家へ式玉発電とかいろんなこと言ってるんですよ。そこギアギで多分なんとかなるはずやってでしょって、もうそれちゃんと自動車メーカーの仕事になるでしょって、それでちゃんと中古車その辺のものをそのまま各メーカーが各メーカーでちゃんと買い取って、ある程度の値段で相場の値段で、でそれちゃんと利益出るようにして売ったらいいんですよ、簡単でしょって。じゃあちゃんとその話があったんですよ。で、その頃はまだ豊田章男さんが会長じゃなかった頃ですよ。で、もう本当の話だから、本当に疑ってる人いるんだったら。で、そう、鈴木さんと提携してくださいっていうことを頼んだんですよ、豊田章男さんが会長になってから。で、それちゃんと新聞の記事になって、トヨタとちゃんと業務提携しますと、ね、車軽くしなかったらエネルギーの残存量問題もあるし、そもそも電車バス徒歩でほとんどのとこ行けるでしょうの話もう、それも大前提。ただ勤務所どうしても僕みたいに一時的に車、自分で所有して買って、もう中古の24万のプリメ白の車がいいって言ってんのあんまり仕事ないから自動車の中古車販売みたいなことを、その中間売買みたいなことをし始めた人間がいて、フルーツアパートのその同期ぐらいの人間、黒のプリメーラ回して24万払って長い、今違う27万とかなんかそんな声が聞こえてきたけど、もう忘れた。それこそ書類置いてなかったら分からへん。でそう、フルーツラーパークの早朝出勤だとか週末株式会社とかで、まあ何回かね、事故とかがあって、車とかもうギア抜けとかが始まってまた中古の車買わなきゃならなくなるでしょ。で、あんまりもう休みの日も車乗らなかったらよかったんですよ。そしたら早くね、ダメにならないから。で、そうそう、本題からそれすぎた。そうそう、ライブツアーを行っていた後、まあその、その雅っていう人と、なんかこう、何でしたっけ、ラストロックスターズでしたっけ、まあそういう風な名称、ちょっともう本当いろんなこと今年めっちゃ全力このすごい結果思い出してもらいました。台風の発生してる数今のところ1998年、僕は神戸市立ホテルフーツラパークで全部引き受けますの。台風の発生してる数って、あれ世界中で発生してる台風の数を毎年第何号って言ってるんですね。今年10月終わりまでの時点で16個、1998年は16個、1年間終わった時、本当もうかなり昔まで遡っても
一番世界で台風の発生が少なかった年。今同じぐらいのペース、ワールドベースボールクラシック優勝したりとか、もう朝からもうエンゼルス大谷翔平、本当にもうちょっと汚い話で、一般人の方申し訳ないんですけど、体温とか自動でコンピューターのほうで持っていかれたりしてるから、本当に飲んでるもの水だけでも1時間にお手洗い消耗4回とか、死にそう、睡眠不足で体温まで奪われて、あったかい時期来たら体温じゃなくて頭の中で、もう相手ピッチャーが投げてるボールとか見て、もうええから、もう高め、明らかに投げ込んできてるから、もう高め狙えた方が早い。もうこれ本当、低めのボールホームランにするときってね、低めのボールを打つときって、正直もう極端な言い方しすぎると、本当にゴルフ打ちみたいなバットの回し方あんなに大回りした間に合わない、今の時代変化球たくさんあるから、無理無理無理ちゃんとこう鋭いスイングでこう最短距離をこうバットを動かして、ちゃんと芯で捉える、ちゃんと芯で捉えた時に、自分が今まで鍛え上げてきたその筋力を持って、あとは打球の角度、翔平今シーズン打球速度190キロ超え2回計測する、もう内野手怖くて、翔平がちゃんとワールドベースボールクラシックでもね、自分のホームランよりもちゃんとチームを勝つことが優先だっていうことでバンドしたでしょ、プッシュバンドで、翔平の打球が野手がベースの2メートルぐらい後ろ、だから広い時も3メートルぐらい後ろを守ってるんですよ。あいつのだけめちゃくちゃ速いから横の幅をある程度動けるようにしとかなかったら打球に追いつかへん。そこへプッシュバンドするでしょ、ピッチャー絶対間に合わない、野手その距離だったら絶対間に合わない、翔平もともと足速い、背高い人の方が一歩のスライドは大きいから、ウサイン・ボルト選手も 100m 43歩で走ってたんです。アメリカ代表とかロシア代表とかね、いろんな国の代表選手全員すごい人なんですけども、44歩、ウサイン・ボルト選手だけ43歩でゴールしてる。もうすごい一つ違う人、明らかに一つ違う人、あんなに背高くて足長くてちゃんと筋肉つけてきたら、そりゃそうなるの。ちゃんと誰か頭貸してとか何かしたんだと思いますよ、本当に。もう言われてたから、二十歳ぐらいの子、ジャマイカの人たち、じゃあ何で活躍させてあげたい、もう 100m 走しかないやろ。東京ドームの建設費用聞いてびっくりしたって、848億円か868億円やろ。当時の為替の相場はもうよくわからん、そんなことまで覚えてられへんって、あれはもう為替相場はずっと動くから無理やって。ジャマイカの人たち本当にデフォルトするよって、本当みんな一斉に そこの為替相場息ガクンって減るから、本当にそんな怖い通貨もう先にもうちゃんと他の国の通貨に変えとこうかなってちゃんと民間企業大慌てになるから、球場なんか作り始めたら、ちょジャマイカは本当に何で輸出すんの、何で輸出すんの、輸出するもあるって、買ってもらってるちゃんとって、そこちゃんと市場の確保とかできてる、正直店に置いてもらえなかったら無理やでっていう話、それ日本とかアメリカとか頑張りすぎて他の国に出店したりしてるドイツの車のメーカーと第一次世界大戦めちゃくちゃ負けと、もう日本中焼け野原、本当にもう頑張って輸出してなかったらもう世界中にね、日本移民政策、朝鮮半島は素晴らしいところだとか、ブラジルは天国だとかね、今年佳子さまが、チリへ訪問されてましたけども、日本人の、もともと日本人だった人で難民でチリ行った人に会いに行ってるんですよ。でそれ前の眞子さまが行ってたんです。本当に、まあ、やっぱり眞子さまも、結局地方交付税法とかがあるから、まあ、基本的に以前からそうなんですけども、まあ、GHQ によって天皇家の解体、宮家の解体が始まって、それね、よかれ悪かれあるんですよ。その第三国が言わなかったら、自分の国で天皇家の人たち宮家解体した方がいいって。
そんな恐れ多いく所君に。おらへおらへ。総理は法律でちゃんと天皇陛下に任命することになったんです。で、最高裁判所の裁判長、最高裁判所の長、一番偉い人、所長、最高裁判所の、もうそういう言い方でもいいと思う。ちゃんと神戸地裁にも、所長がいるから。今でも宮崎さんかどうかわからないんで、もう世代交代ある程度ありますから。で、その長は、天皇陛下が決めれるんです。だから三権分立が、機能するんですね。で、法務大臣は総理が任命するんです。だからそこは総理系列なんですよ。で、最高裁判所は天皇陛下のその系列なんですよ。だけど総理は天皇陛下が任命するんですよ。で、これはもう昔からいろんな国のその政府上層部に上がっていく人たちを最初から総理に据えるっていう話で物事進めなかったら、その同じ世代の人たちとある程度顔合わせしてるんですよ。例えばユンさん、韓国の岸田さんともともと仲良しなんですよ。例えば安倍さんだったら、モディさん、インドの首相のモディさんと、もともと昔から、交流があったと。そういう部分がなかったら無理あるんですよ、もともと。相手のことを安心して話できるかどうかとかって結構重要ですから、安倍さんが僕からの提案でね、新商を持って行って、リニアモーターカーを進めた方がいいですっていうことをアメリカに新商持って行って、で、もうその時も、もう安倍さんもう汗かいてたんですよ、もう冷や汗みたいな。で、明らかに緊張してると、本当に。で、それは、その自然再生可能より、僕の、こうなってる地下水流トンネル発電とか、河川水門海域ダム発電とかで輸送能力を考えたら乗る人数の数見たら分かるでしょって、一回加速したらそのまま地面に着地しないでそのまままっすぐ進んでいた方が絶対ね、効率いいに決まってるでしょってスピード出るしって、飛行機なんか乗りすぎで待ち時間もあるし、であんまりもうあんまりいろんな国に飛ばれてももう困るからっていうことでちゃんと話してるからっていうことで、エネルギーの残存量問題っていうことで、でもうその方向で進むしかないからって、カナダとブラジル見てくださいって、水力発電だけで全電力の 60% 賄ってますよって、アメリカあんなに国土面積広いのにある程度水雨降ってるでしょって、雨全く降らないわけないんだからね。だからあの時に僕は二十歳ぐらいの頃に言ってた時にちゃんと僕に交通費とか渡して、もう分かった時間給程度ぐらいだったらつけたわ、で河川水門解析玉発電とかね、撮影機材、その頃にスマートフォンなんか なかったんだと思いますよ、僕は二十歳ぐらいの頃、1998年ぐらいの頃、多分そのデジタルカメラSD カードをそれでそれ多分もうそれが多分その頃の最新式で、その辺撮影、まあ、結局僕からしたら生かされるみたいな話これ本当休みの日どうなるんで、まあそのまま進めていれば今頃とは昔、多分もうほとんどの国で普及も終わった、かまど発言も多分彼のことだから同時進行で進めた、もう今出てきたもうその証拠、かまど発電とかの内容見たらもう分かるでしょ、竹なんか勝手に生えてくるんだから、勝手に生えてくる木とか根っこはつながってきてね、その辺のところをほったらかしにしておいて、ちゃんと枯れ始めてるやつを次々伐採しておいてね、そしたら次のやつが生えてきやすくなるんだから、まあ職人とかはねある程度狙ってしていく部分はあるんでしょうけども道路にガソリン消費して大きな大きな木持ってきて植木こさえてんの、本当に巨大な犯人もう見つけたぞとどこの会社やと、もう映画のいらんことすんなと、それしたって絶対枯れてくるからって、上コンクリートなんだから水が染み込んでくるか染み込んでこないかぐらいわかるやろって、港川神社とかはもっと上流のところで雨が降った時にね、アスファルトの下は土だからある程度水が染み込んできて水が供給されてるの、その辺の地形とか見たらどこがダメか分かるでしょうって、そんなこと勉強しないでそんな仕事したのって二十歳ぐらいの頃に僕に叱られてるから
ちょ、本当無理ですから。本当も無理だからって。もう本当にもう、僕が働いてる神戸市ホテルフルサーバークの本当のことをちゃんと教えますから。ちゃんと法律に長けてる人がちゃんと調べてきましたからって。299億円と数千万円かけて作って。僕らに返済せって、そんな筋違いの話って。債権放棄してくれたの、僕がいなくなってから。絶対僕のせいにして逃げろ。本当に。とんでもない大いじめをしてきたと。あいつは全部本当のことを言うやつ。あいつもう10代で六法全書買っと。親はその後、検察審査会になると。父親の方親戚は神戸新聞のジャーナリスト、普通紙の方、ちゃんとした情報の方で生きてきて、たまに俺たちも騙されてるの世界で味わわされると、その悔しさって。そこそこ向こうもちゃんと六法全書もっと子供の頃から自宅に小野池さんとか来そう。未来ではどうなって衆議院議長になってる。その人も真面目に生きてるかとか。あかん、もうその人天皇家とか世界中のその政府首脳の上層部になる人たちと会ってるわ。後で全部その人巻き返してきよ。30歳ぐらいの子、神戸市立ホテルフルーツ株式会社神戸前裁判で負けてるわって。その時その後弁護士さん出して勝ってる。そのままほっといたら全部その人本当の答えにたどり着いて、ちゃんとお金手に入れ。もし違う情報を見ない誰かまた精神病院連れて行ったらしいって。まだって。今まで彼がそれまでの間、やっぱりああいうレンタルショップをまだ潰してるって、本当は10代の頃に潰してるから。北新ビルの下、アダルトビデオコン、こんなややこしいもの置いとったなって。そんなところにマスカレないわ。雇用助成金が政府の方でいつでも取った。こっちは手柄立ててちゃんと出世していこうや。そこからエロ業界との戦い。1956年売春防止法ができなかったの。そういうところと癒着してた。もともと政府高官とか、警察とか、どうせ裁判官とかでそういうのを認めてたやつらがいて、そいつら根絶やしにせなあかんか、天皇家側の人たちとね、そうじゃない側の人たち、あの人、子供の頃の熱い、お父さんに聞かれて返答しとって、だけどその人のお父さん、検察審査会の委員になってるんやろ。田中角栄がものすごい横領事件してた。そんなもん警察官が捕まえなあかんに決まってるやんって。あかんわ、スーパーコンピューターっていうすごいもの神戸市に本当に置かれたみたいや。神戸市出身のあの人、もうお亡くなりになられた石原さん、もともと国会議員だった石原さんを東京あかん、もっと正六法のこともう教えてもらってるわって。まだ二十歳になってるかどうか。もう帰ってきた六法を広げて楽しいっていいよ。世の中のことがよく分かる。一緒に現場で大学生に指示出して仕事してるから分かる。大学生はあんまり大したやつおらない。勝てるわ言うと。1万何本かけてそれ高いあったまえって。もっとすごいの
裁判官が教えに来て判例六法っていうのもあるよ案外平成28その後購入しよう後で社会に公開しようとんでもないこと言い始めこの辺コピーしといたら大丈夫あ六法全書の読み方とかちゃんと説明しとるらしい自分の判例の結果公開しよう元からいろんなところで公開されてるけども検索ワードが分からへんからもうここ見に来たらいい人材派遣会社の動画もう1万以上再生回数突破しとうってもう今 現時点で それはもう本当に再生回数突破しますからああ歴代の総理その人と会った人じゃもう総理になられへんことになったけどその人が安倍さんを日本歴代一位の任期最長の総理にあのしようっていうことを言い始めてるって国会で無駄な議論しとったら本当にしょうがないから外交片身は本当にあかんっていうことになってるわ。現行法規と現代日本法規安倍政権の時にまとめてもらって今でももうこれもうちょっと見にくいかと思いますけどもちょっとね上の部分がね現行日本法規と現代日本法規でしょだから現行日本法規って書いといたらええって全く同じものを何を二重行政してるんですかって統制都政六法の内容に従わなければならないって書いてるでしょってオリンピック二度とするか万博もう今追い返しておいてほんと海外の国もちゃんともう置いていきようからこのエネルギーの残存量問題の話があるのにどれだけ日本をいじめるんですかって全く身勝手に高速道路ほら作り始めたっていいですか大阪なんか万博2回もさせられてるんですよ恐怖へもさせられてる今回大阪3回目ですよってもう絶対超超えてるから高速道路とか万博のだからそれは万博で例えばね民間の企業がお金を出して万博のねその、自分たちの出展するブース、作りますとそれもういくらかかったかこれもうみんな社会に公開しなきゃならないってで岸田さんもその方向で動いてるから出てくるからもういずれの問題だってもうカジノとかでもうだいぶ前からもう数字上がってきてるものオリックスが旧山一証券本当に何年かしたらまたポリンとこんなことに手出しよったわ三井住友銀行から5000億円以上借りてで何人お客さん来たら純利益出ることになっとうねんとその話出してほしいと出てきた数字が1年間で2000万人来るわけないやろ本当にどこのドイツやねんこんな計算したってそいつも裁判所に出せってもう今言ってるからちゃんと調べろ行政がこんなものすごい横領事件ないぞって田中角栄総理だって捕まっとんねんぞって当たり前やろ5000億円やぞそんな金額返済できるわけないやろって金利までついてくんねんぞってねえ阪神タイガースの優勝した今年で、もう昔からそう。ね。ソフトバンクはあんだけ九州で何回も優勝してね。それでやっと年間の来場者数が300万人突破したんです。阪神タイガースも優勝した時に300万人突破したらすごい方。巨人もそうなんです。他の球団で優勝した時に300万人突破できる球団ってなかなかないんです。その3球団以外でありましたっけ ?300 万人突破してたし。2000万人来る?はぁ?エネルギーの残存量問題込みで、ちゃんと自分の記憶取り戻した。ちゃんとその辺のところアドバイスしてくれた人の話も思い出した。ちゃんと中国の方に、あんまり遠い距離行かれても困りますし、日本、ね、東日本大震災とか、またありましたろ。阪神・淡路大震災の次にって。ちゃんと現場見に来た方がいいって。それが一番の勉強になりますからって。
東日本大震災のあと熊本、それまで日本に来てる海外からのお客様は年間1000万人いなかったんです。はあ、2000万人来る、じゃあ日本人にお金使って負けてこいっていうの、そんなバカいないよ本当に。カジノオープンした瞬間軒並みパチンコ店クローズするか、商業原理本当にあるか、セガゲームメーカーのセガね、セガサターンとか言ってね、もう名前で遊び始めてる連中なんか絶対仕事失敗するから。パチンコ業界に手出してるでしょ、あんなもの規模縮小していくに決まってるじゃない。ゲームしてる方が面白い、パチンコなんか玉出てきて何をそんな凄まじい気分かと。本当に日本こんなに頑張ってすごいアニメ、世界中でこれだけ売れるアニメ作ってきたんだよって、阪神淡路大震災の後に日本にすごい監督いますからって、宮崎駿さんっていう人があって、風の谷の直し方と天空の城ラピュタってこういう話でって、後からね、もう今ではちゃんとハリウッドも認めて、これも数年前にちゃんとあの風の谷の直し方が実写版でね、放映してくれると、その後絶対アニメの風の谷の直しかも再生回数か、もしくは再生回数じゃないかな、有料番組かなんかで世界中で見てくれる次の層の人たちが現れるから、うん、そこもう絶対娯楽の分野は絶対にクオリティなず、曲とかも絶対そう、お客さんがわざわざお金払ってまで買ってくれるかっていうのは絶対そうだから、そこ絶対クオリティ、そこはラルコアンシエルはあのフラワーという曲で信用を勝ち得たんですよ。キリンさんって歌詞がいて、まあ良い曲、まあ、ああいうハニーみたいな、ああいう勢いのある曲でもいいと思いますよ。まあ、もう一回ちょっと歌詞点検しなかったあんまり真面目すぎる状態で見ると、本当にええかなとか思うんですけども、一応バンポブチキンさんのところがちゃんとした歌詞書いてる、本当にずっと継続して、変なエロ話とか混ざり込んでなんかやっと来ない神戸市北区の宇治原台の蔦屋閉店者でしょ、あのね、棄却イコール敗訴じゃないんですよ何回教えたら分かるのこっちがもうついでにそれで出すから、ちゃんと法廷でね何があったかだけを言ってくれたらいいですって言ってくれた裁判官がいたんですよ。その人がもう多分その人だと思いますよ、矢野裁判官、女性の、その人が最高裁判所の鬼丸薫さんっていうことになってるんだから最高裁判所の裁判官がそう言ってるそんな話通用しなくなくなるわけないじゃないって、その辺の裁判官口頭で止める無理に決まってるでしょ、どっちが上か口頭まで棄却しようって口頭裁判所で真面目に働いてる人間、変な人間紛れ込んでないかチェックした方がええっていうことになる分かったって、文部科学大臣髪の毛染めてるだけで、もう僕はね、内閣改造する前1ヶ月ぐらい前からもう YouTube でついにアップロードしたでしょ、もう前もってテレビに向かって言ってるから、なんでその人髪の毛染めてるんですかって、義務教育で髪の毛染めたらダメだってみんな習ったはずですよって、それで年収何千万も稼ぐってって、3000万以上、そんな甘い話どこにあんのって、世の中まだみんなおかしくなりますよって、ないよそんな話、フルーツフラワーパークでその辺のね、人材派遣会社のね、仕事を求めてきた人間、髪の毛染めただけでもう帰らせていたから、もうポートピアホテルもそう、阪神・淡路大震災があって、もうこういう時だから、本当もうみんなピリッとせなあかんと、もう、まあ、ピリッとと、なんかそれでなんか辛い麻婆豆腐の話と、また僕が。その後大阪にいると思って、関西ナンバーワンの売り上げの大阪にいると思って
中華の王朝というレストランに働きに行ったりしたし、まあそこでいろいろ話が混ざり込まないように、まあまあその時の状況ね。で一応ね、そこのまあ王朝も髪の毛染めてる人間1名だけ混ざり込んでいたかもしれない、ホールの方で。でキッチンの方では髪の毛染めてる人いません。ちゃんと白髪です。分かってます？黒も染めちゃダメなんですよ。髪の毛染めたらダメなんです、海洋基本法違反。同じこと何回も言われてそれ歴代の総理とか大臣とかが淡井圭介のこと大臣クラスでいいっていうこと言ってるんですよ。大臣と同格者って大きな会社の社長さんの集まりの会長さんぐらいですよ。国会で嘘なんか言ったらダメだっていうことぐらいみんな知ってるでしょね。すぐに海外に SOS だちゃんと YouTube にそういうのある。あれ閲覧者数どうこうじゃないから、ちゃんと見るべき人が見てるから。本当に再生回数なんかで物事見てるやつ全然ダメだから、言ってる話の内容で物事見なきゃなんないから。本当に世代交代どこの会社簡単にできるか。もうずっとみんな仕事の取り合い、人材派遣業をできてからもうめちゃくちゃ北新ビルの神戸市の北区役所の出張所である北新ビルにある出張区役所がもう4回あの住民票とか、現戸籍謄本とかね、戸籍謄本かな、戸籍謄本とか、その辺のところもちゃんと昔公務員の人たちだったんです。一人もいなくなってるか、全員人材派遣会社の人。地方交付税法とかがあってね、これラルクアンシェルの皆さんにも言っておきますけども、だから移民政策があったでしょ。あのさっきその眞子様の件を引き継いでね、佳子様があって、もうブラジルに日本人がたくさん行ったことはもうみんなが知ってるからって、いろんな話あるからって、もう向こうもちゃんといろんな人を認めてるからって。だから一人二重国籍の人は一人しか存在しないのに、世界の陶芸では二人として見られるんですよ。でもう日本に帰ってこられなくなるでしょ。でその国でお亡くなりになられてるから、そこの国の人たちはここの国の人がお亡くなりになりました、でそこの国で、その人、まあそこの国の人口は一人減りましたになるんですよ。だけどもそこでこの人がそのね、日本人なのか中国人なのか、韓国人なのか北朝鮮の人なのか台湾の人なのかベトナムの人なのか調査しなかったらわからない。だって地方交付税法とかあるんですから、お金の、金額決まってるんですから、行政の使えるお金。じゃあ首都の方で国会とかの方で予算つけて、それ用にみんなでちゃんとそれ調べましょうと。これも人口統計世界中で同じようなこと起きてるから、もうめちゃくちゃになってると。三重国籍の人とかいるから便利だから世界を飛び回る会長さんごめん、もうこんだけ笑ってるし、もう仕事終わった後だからもう言うけど、バビルにせ会長ロボロスさんそこ笑うと会長ポセイドンとかローでもわからない、本当にそういう話がまさに込むの一応あの人も昔は三国志は三国志演技っていう、どう言ったらいいんですかね、あの舞台の役者さん、あの演技物ね、演技ですよ、その演技を担ぐじゃないですよ、あの演じるの方ですよ、そちらの演技物、それをさも本当にあったかな日本人が真っ赤に書き始めたのはさ分かる人には分かるからあんな距離歩けるわけないでしょ、甲冑つけて刀持って、あなた平坦な道ばっかり歩くこと考えてるでしょって、違うよ山道と思ったら撮影行ってるか分かってるか、僕もちゃんとそこ自分の頭で考えて行ってるから、
ちゃんと上流から下流に向かって撮影しに行ってるから。そうじゃなかったら1日30キロとか40キロなんか歩かれへんから。無理やから。で、大量の水を最初から持っていかなかったら、どこで、ね、山の中の撮影なんかどこで水飲めるか分からないだから、最初からもう結構な重量背負ってるから。弁当も自分で持っていかった。忘れましたね。後でそんなのも途中で気づいた。登って戻っていくのちゃんと下流までたどり着いた電車の駅がある帰りはちゃんと電車で帰れるかそれそ琵琶湖から歩いて琵琶湖滋賀県ですよで歩いて京都府入っていってそこから大阪に向けてでちゃんと電車乗ってね大阪駅まで行って大阪駅から宝塚線というか、まあ、笹山線というかね三田線というか、まあ、そういう電車に乗って宝塚で降りて今度向こう側の、河口の方の撮影、途中まではその時行ってで夜一応撮影して途中で水なくなってること見てびっくりして。だから、ダイキンさんが、その、配管の中でね、その、水が流れてる時に発電する、その水力発電っていうのは結構昔から取り組んでくれてるんですよ。で、だから太陽光パネルはあるでしょ。だから元から、ある程度の水を排水をしてるか、自然ろ過とかでね、それで、朝晩、発電していて夜のある一定の時間になったら工場とかが止まるでしょ。工場さえ止まってくれたら大量の電気の消費がなくなるんですよ。あとは原発があるからあれもういっぱなしだからずっと電気発電するから夜もだからその間に夜の間にシールド工法とかでトンネル穴掘っていったり電気へこれは本当は一番賢い方法だから夜は水止めてるのだけども途中まで流れてる水がなくなってるからあれ明らかに河川の底から水抜けてますよって本当に言って途中まで夜中じゃないけども夜撮影していてももう僕がもうあれ一回土手降りた後ちゃんと上がってこれるかどうかもう河口側でも途中上がっていったはええけども、もう無理やり上がっていってるから、本当は。階段とかないとこ。多分ここだと上がれるなっていうとこ。もうくたくたになってる。もうだんだん日暮れていってるから。もう鉄道の高架見えてきたけども、上がるところないわって、あの距離引き返すもう無理や。もうここ登ろうって。登った後、登ってみたけども、今度下り、階段ない。これちゃんと足腰に力入れてゆっくり下っていかんかった走り出した止まらんこんなさどうしよう絶対これ途中でジャンプせなあかんわ今そんな足腰筋肉そんなにないのとりあえず水はだいぶ飲んだし背中のリュックはだいぶ軽くなってるけどももうそこ迷わずいかんとこって迷わずいかんともうジャンプで腹くくっとかんかったら最悪加速した時に走り始めて止まらへんかった転げ落ちるようになる僕はなったことなかったと思いますけどもテレビの映像撮影したとか何にも持ってない人足腰弱い俺もう普段から体鍛えてる人たちとかじゃなんかだんだんとこ撮影無理やからって転げ落ちと前転の方で頭打ってへん本当に大丈夫血出してへんって本当にそうもうかっかこがでなかなか駅見つからんかった時にちゃこの道行って本当に駅にたどり着けるかどうか地図そんなに細かい地図持って買おうかないないない何回もいろんな河川撮影しに行ってる時点で気づいてて僕の財力をその前に裁判棄却しようってあれ6万費やしてるから交通費と会社の登記簿謄本と書類のコピーだけで6万費やしてるからそれ棄却しようってだぞもう裁判所の中に変なやつ紛れ込んでることぐらい知ってるからなって本来見ろ名前言うやつおらへんって
全員自分のこと調べられたら困るやつらやろっていうことに。まず警察官の人で、なんか僕が聞こえてきた内容ね、僕の音声じゃないですよ、流されるからとか、まあだからそれはね、警察官としての服を返納させられる、警察官じゃなくなるっていう電波の声、赤瀬さんっていう女性の警察官が聞いて、急に飛び抜き始めて、ガタッて僕の前で、僕はそんなこと考えてないし言わへんからって。で、その後、あの、警察官の服装じゃない服装はね、神戸地裁に、経理の方に回ってきていて、で、あの、弁護士会館から来たものですって言った人間が現れて、ちょっとあなた名前なんて言うんですかって言ったら、言えませんとか言うんですよ。ちょっと無理、弁護士会館なんてぜひ来てもらってんだから、本当そんな人置いても無理やからって、本当にって、本当に無理やからって、どこの誰が働きに来てるか本当に分からへんからって、本当にって。で、ちゃんとね、真面目そうな人で、投射室で投射してるときにね、係員がちゃんとついていなきゃなんないんですよ。で、その人とね、まあいろいろ話しながら、で、まあその人もね、あんまり本当のこと知らなかった方なんですけども、インターネットとかテレビで、嘘の情報だいぶ混入されてるから、昔から嘘の情報だっけ。神戸市が琵琶湖から、神戸市の水の名が、琵琶湖。全然違う。大阪、兵庫県にはダム20個ぐらいあるの。大阪府ダム、箕面ダムぐらいしか僕心当たりない。もうあとはもう琵琶湖から水もらってるから。滋賀県の方がだいぶ高い位置にあるから、あとあの河川全部下っていってるから、で途中にちゃんとダム作ってるから水が溜まるよ。急にこうなってるところで、昔あの大雨で2013年に琵琶湖あふれ返って、あの京都府までの河川とダムのところからその先の宇治川まで全部あふれ返ってるから、全部もう緊急排水でそれやのに日本海に地下水流トンネル発電作ったらあかんって、どんな人が今誰が言ってるんです、知事でそんなバカなこと言ってる人います、違うでしょ、本当に誰が言ったのって、誰が記事書いてるって、もう昔一回言ったでって、でそれでちゃんと新聞社も分かりましたっていうことになってるよって、ちゃんとどこの誰が記事書いたかちゃんとフルネームで名前書いといてくださいよって、それしなかったらはっきり言ってどこの誰が何を間違えてるか指摘できないからって、本当にってナチュラルとコーディネーターの話。その後、二十歳ぐらいの頃の僕は、もともとね、法律に長けてる人とか、まあ、もしかしたら宮内庁の人たち混ざりかもしれないし、日本中のそのしっかりした人たちとかを集めて、法律の世界も、知ってる人でね、専門分野、プラス法律のことをよく分かってる人たちを集めて、正解聞いて、片っ端に、テレビ出演者。ニュースステーションの久米さん、もう久米さんも毎日仕事現場行ってたらもう無理でしょうって、もうその年齢になったら補佐する方に回らなあかんから、でもうテレビ業はこれだけ薄れてきたんだから、もう次ふたしさんで行くからっていう、ふたしプロジェクトっていうことで、でもうちょっと久米さんがもう僕が今は言ってきた内容一回全部ちゃんと照合して本当かどうかいろいろ確かめて、でちゃんと教えてあげて、今までのこの分本当は間違えてたからとかちゃんと言ってあげなかったら、古田さんももう本当なのか嘘なのか分からないようになったら、自分が訴えられるかも分からないか、もうこの辺とかでうわ汗ダーって流れてきてると本当にあるから、こんな怖い仕事なかなかない。違う、どこの会社も本当に怖い仕事、本当は運輸業って。僕もタンクローリーで横転事故しそうって。一月に労働時間300何十時間。当然帰り居眠り運転もういつかするかの問題。はっきり言いますよ。週5日の勤務でも一月の労働時間280時間。
西宮ラジオからの北神戸店までの帰り道、片道50分ぐらいはかかるから、それでも気がついたら反対車線走ってたこと何回もあります。だから本当はもう週5日の勤で居眠り運転、本当はもう何回もしてるんですよ。もうあのこう数秒間、一瞬こう眠ってしまうの。でこういう状態パッて目覚ましたら、ああ反対車線走ってるって。本当労働時間おかしい、本当に。店長警察で、一つ新人の年に店長が警察官で、一つ300何十時間働かされて、従業員がね時効を越して出勤できんとか言い始めて、ちょこれ本当笑いながら言っちゃダメなんだけども、まあ一応肉体的にはね、まあ怪我がなかったみたいなんですけども、代わりに出てくれますかって、週6日出勤させられてる人間に電話かけてきて、こっちは新人やぞ。昔フルーツラパークで勤務してる時に六法全書持って行って、いやもう本当の話聞きましたと。で僕も本当はいろいろね、上の方の人たちとのその時の大臣とか皇族の人たちとかいろんな人たちにお会いしてますけども、その政府の上層部になられたとか、もう全員顔合わせしてちゃんと話してるんですけども、正直僕の身分って人材派遣会社の人間、神戸市立ホテルフルーツラーパークは株式会社神戸ワインという民間の企業が運営していて、レストランとか披露宴とかの現場のねウェイターとかの関係の、要するに飲食業界としての仕事を、新鋭フーズという会社、マイコビラホテルとか、まあいろんなレストランとかに、人を派遣してるというか、まあ事務所は精神中央よりの、正直言うとグリーンスタジアム神戸の近く昔のねオリックスの頃の名称で言うと、そこの近くに事務所、まあ行ったら勤務者4人、もう事務仕事なんかこんなもんやからっていう、これぐらいの人数でせいな笑われるから、俺らもこれ言っとかんかったらって、後がないこと俺らも本当は分かってるからこの年齢やからって、いやもう行った時にもうちゃんとそういう話されてるから、まあ、そこの新鋭フーズがね、今度自分たちのその会社のその生き残りをかけて人材派遣会社に発注、いつでもね、要するに仕事がない時人いらないで余分な人件費をかけないっていう方法、もう昭和63年のようにもう人材派遣業法出来上がってから、めちゃくちゃそれで40、もうこれが本当の話。ちょっと人口統計の話に戻しますけども、もう日本人も僕の方でもう昔も調べましたけども、州は株式会社で働いてる政府の発表してる全校と絶対違うってもう分かったでしょって、そんなことも安倍政権の時に了解して、もう世界中でもう死亡した人のその元々の国籍もう全部一斉調査始めてますから。で死亡届がもうだいぶ、来るようになって4年ぐらい前から人口ちゃんと減で統計始まってるんですよ。三田市なんか家の数が1万件あるかないかなのに10万人いるとか言い始めた行政なんで公務員ボーナスもらえるの、住居手当と扶養手当俺らの方が分かってるやんって言うよ絶対に。もともと高校本当は3つでしょって、いやん10万大阪の大学はしゃしゃり出てきて感覚分からない、大学行く意味は全然分からない、これもう皮肉で言ってるんじゃなくて自分が現場で働かなかったら分からないから、本当に歩合とか出来高で政府通してテレビ局総務省の傘下で NHK があって、 NHK の傘下で各民間のテレビ局があって、でちゃんと民間のルールは各テレビ局の知ることは各民間のテレビ局で責任持ちなさいよって物事始めてるから、だから各民間のテレビ局は NHK がまず何を放送するか様子を見てるから、で順番にだんだん物事確定していくから、9時のニュースウォッチ9から次報道して23時頃には物事が確定して、この情報本当に嘘混ざってんって
あの人本当にお金の中で取れてくるか。ものすごいひどい目に遭ってる。あの人も本当に法律使い始めるか。本当にっていうね。まあそれであの、まあ、ちょっと、まあ、画像が以前の画像の写真を使っているのか、ちょっとラルカンシェルの皆さんも本当髪の毛染めないでくださいよ。他のバンドの人たちとか髪の毛染めなくなってるから。本当当たり前。正直グレーの皆さんも髪の毛白がある程度混ざってるでしょ。だって僕もこの辺とか白が混ざってますもん。ね、アップで見たら分かると思いますけど、皮膚もっとアップ、ちゃんと、もっと落ち着きましょうか。まだ僕も昨日の睡眠時間30。もう7時間寝れた日数、本当に数えるだけ今年。無理やから、こんな役目務まらへんか。なんでそこまで スポーツ語らせなあかんねんに、いつまでもお金払ってくれへんから、本当に。純利益どれぐらいあるかぐらい知ってるからって。これで皇居行って手伝ってくれんかったらもう自分で阪神タイガースとヴィッセル訴えるかな。ほんともうそれでもしお金作らんかったらもうどうしようもないじゃない。まとまったお金特許の出願で20万かかる。ちゃんと洪水計算してくれてます。言われるから文章の書き方とか、いやこう書いた方がいいですからってもう一回予約して、その間の生活費とかそれも込みで言うこと全然足らへんから20万じゃ、17万以上絶対お金払わなあかんから、10年間のそのもう一回ね、まだそんなもう3年ごとにそんなもう特許のその申請した後ね、その認めてもらえる期間が3年って、それこれ出願提出した日からですかって、でこの特許の申請認められるまで半年ぐらいかかりますよねって、全部調べなきゃなんないから、似たような特許はないかどうか、特許庁の人たちが2年半でしたっけ3年でしたっけって、認められてから3年でしたっけって、もう僕その答え忘れました。こんなにたくさん覚えられません。何から何まで本当に絶対無理ある、こんな人生無理や本当に、何から何まで。ちゃんとした官がいたはずなの。国家公務役割分担の話どこ行ったんです。こんなきつい状態になる。もう今日ねあの中途半端な雨の降り方した時点でもう分かったでしょって、3時間しか寝させてくれないからですよ。ちゃんと南風吹かせて雨降らすって言ってるのに、僕睡眠不足にさせてどうするんですって、神がかり的な力ではっきりしてるって、睡眠時間が短い方が絶対不利だって、スポーツの試合とかでも同じ、力仕事でも同じ、全部当てはまってるから僕。今日も力仕事、睡眠時間3時間で頑張れって、もう昨日も頑張ってタイヤ積み上げて積み下ろしを1日延々と繰り返してきた。もう何百本積み上げて積み下ろしたか分かんない。でレクサスの一番重たいタイヤ、あれ絶対20キロじゃないからだと思いますよ。めちゃめちゃ重たいから、4段目積むだけでももういっぱいいっぱい、本当にちゃんと背筋使って両手でちゃんとホイールの上からちゃんと掴んで、あと足腰の力と背筋使って、もうずっと一日中上げ下げしてるから、もう午前中でも筋肉痛いから、息切れ本当に起こしてるから、はあはあ言うてるから、その状態であんな音4段目上げる、大変めちゃめちゃ音。最初の頃の話に戻りますよ。鈴木と提携してもらったんです。車軽くして自分の仕事を軽くするためじゃないんですよ。車を軽くしてエネルギーの残存量もない。別に僕は力仕事とかね、自分がある程度筋肉まとってなかったら正直危険な部分とかあるから、その辺歩いてきて自分の身の危険感じる時ある。男10人組に絡まれて、そのうち1名が本当にそんなことしてあかんからって止めてるんだけども、そのうちの1名がこの間その今年の裁判神戸さん行ったらいて、でそいつも髪の毛染めてな、言われるやろって今度上からその人も言われてるから、もう別にもう名前分からへんから、もう
もういつかもういずれの問題その人って言っていてもいずれの問題そいつって言ってしまうから、別にもうそんなもんちゃんと自分から名前開示してこへん方が悪いから、本当に身分証明書見せて、本当に裁判所でそんなに当たり前なことしてない人たちほーら見なさいな、文部科学大臣が髪の毛染めとる人間が現れと思ってね、髪の毛染めとる人間なんかも全員辞めさすからって、本当に当たり前やん、髪の毛染めてるような人間は年収何千万3千万以上、本当にこっちがどれだけ厳しい人生歩まされてきたか、そんな話通るわけないでしょって、本当相手神戸市長だろうが何だろうがもうそれでいくからって、本当は神戸市長より大臣の方が上よって、本当癒着なかったかどうか本当に確認するから、ちゃんと神戸市長の方で知事に言いましたって、多分これ知事の方で言ってもらわなかったら我々市長レベルじゃ多分無理ですよって、高速道路無駄にまた作ってますよって、彼がもう本当の人口を言って、もう安倍政権の時にもう世界中はもうそれ分かったんで、もうお互いにしましょうでね、死亡届一回もう死亡した人たちの書類も全部調べてね、もともと家系どういう人だったかって、どこの国の人だったかって、世界中でもうものすごい大量の人たちがもう全力尽くして今調べてるんですよって、そんな時に髪の毛染めてる人間が高速道路全国本当人口が本当は日本人1億2000万人だったでしょ、とあるアニメで1億と2000年前から愛してるとか言ってたけど、急に、録画の容量がなくなってしまって、どこまで話したかちょっと覚えてないんですけども、日本の人口の方、半分以下かもしれない、本当に。もう、たるみくんの地図も全部コピーしてきてね、集合住宅とか何世代入っているか、それももう集計始めてるんですよ。もうすぐ終わるから、ある程度に。まあ今、仕事していていろんなことしてるから、まあまあまあ、今年中にデータ出せるかどうかっていうところなんですけど、分譲マンションと公営住宅とかそのアパートとかね、そういうのもちゃんと載ってるんですよ、何号室が空き家とか、それがね今のところそのそういうのがまあ85ページほど、80は本当は7ページなんですけども、2ページはね完全に駅の商業施設、そんなとこやったらすまん、その2枚飛ばして明らかに書き方違うから、もうこの2枚は飛ばしてええなってすぐ分かるから、前輪さんもそこは考えて作ってるから、で85ページのうちね10ページを数集計したら800数十世帯だったんですね、だからかける10倍しても1万世帯いないんですよ。でジャンヌ・ダルクっていう、まあ、バンドが、もうこれ僕も二十歳ぐらいの頃に聞いたし言ったし地図でも見て確認したから、シュガー株式会社の、で一応それマスコミの方にも話上がってたはずだから、ジャンヌ・ダルクはね、インディーズの頃に作った曲としては最高の曲だと思われる、これね曲名は完全に他の別の曲と間違えた大変なことになるんですけど、ステアっていう曲だったと思うんですけども、ライブの最後一番最後に行うのお客さんにかける2っていうの、だからその世帯数かける2ぐらいがちょうどいいっていう、その一人暮らしの人たちも結構今いらっしゃいますから、今結婚出産までたどり着けてる人は3分の1以下、だいぶ前から。で、もう今4分の1ぐらいのところに突入してきてる可能性があります。本当に。で、だから世帯数がそうだから、だから、今度は一軒家の方を数集計して、一応表札は入ってるけども、ここ空き家ちゃうかっていうとこ結構あるはずなんですよ。でもちろん老人ホームにもう入られて、もう家に戻ってくることはないっていう方たちとかいらっしゃいますよ。いらっしゃいますけども、その、完全にここ空き家だなっていうところは分かるところは分かりますから、アマゾンとかを閉めていて、物干しざおが見当たらないっていう家ですね。あ、向こう、
もうクローズだなっていう。だからその辺のところを考えた時に、人口だから三田市なんか本当はもう3万人ぐらいじゃないかなっていうのが僕の見立てで、そもそも高校3つで本当に3万人維持してましたっけって、クラス今いくつありますかの話なんですよ。一つの学年で100人ぐらいで、高校3つで一つの学年で300人だったとするでしょ。ね、3万人いなくなるじゃないですか。もっと数少ないかもしれない。だからもう韓国とか北朝鮮なんかもうそこも同じ状態、本当に。だからだいぶ前から僕は何回も言ってますけども、ちゃんと報道見てる人とかで、アメリカのあのとある研究者の人は、何十年後かにはもう日本滅びるよとか韓国滅びるよって言ってるのは、韓国はもっとひどくて、その高齢化社会のね、日本で今の現時点で、まあ、もちろんその死亡届は届いていないっていう部分もあるんですけども、もう極端な生まれてくる人たちの女性と男性の方がもう極端にこうなってきてますから、ある一つの年だけ、一つか二つの年だけちょっとだけね、あの数がこう三角形がこうなってこうなってるだけの話でね、もうそこまでそうなってしまうと、0歳から20歳までの人たちがそうだとすると、そこから先20年なり40年なりのところでの、その生まれてくる人たちの数がどうなるかって言ったら、もう大体想像つくでしょう。だからもう、無理システムがたくさん上がりすぎてる。まあ、ライブとかも、ある程度、そのお客さんの来る数をまあまあ読めてないと、まあ今だったらまあインターネット上とかでそのチケットの販売とかファンクラブの人たちの数とかが分かってるから、だからまあどれぐらいどこの地域だったら入るんちゃうかと、去年ライブしたしとか、あの時はあれぐらい入ってたからとか、何かそういう継続的な何かがなかったら、大きな会場を借りたらそれ多分失敗するでしょ。まあラルクアンジェルだったらね、まあ大きな会場でもできるかもしれませんけども、まあ最近のバンドで言った和楽器バンドとか、曲で言ったら夜しかもお客さんたくさん来てもいいと思うんですけどね。どうなんでしょうね、ライブした時に。いや、夜しかさんの曲はすごくいいと思うんですよ。本当に厳しい人生っていうのを的確に、表してるし、感情的にも、辛さっていうのは分かるし、僕も同じ経験してるから、だからそういうふうな、もともとそういうものだったんだよ世の中っていうところを知っておくことによって、その辛さ苦しさっていうのが軽減されるっていうことを知っておいた方がいいと。ただ正直ああいう辛い曲、再生回数非常に多いですよ。でそれが正しい評価だと思います。すごくみんなの気持ちにマッチしていて。で、だけども、あの曲でライブした時お客さん来るかなっていうのはありますね。それは正直あります。だからジャンヌ・ダルクっていうバンドの良かったところはとんでもないむちゃくちゃなく、たまに紛れ込んでて、言うに言えない。カソロかけるにな、潰されどそう。潰されるそうってちゃんと言ったんですか。ああ、本当はグリーンの皆さん変な歌詞が混ざってるの初期の方にあったから、ちょ昔本当めちゃくちゃだったの。1956年買収防止できあがったの。もちろん回収もダメですよ。買収も回収も刑法でちゃんとあるから、そういう猥褻なものを分配させちゃダメだっていうの、本当に本屋大抵のノックアウトいつでもできるから、もうええんちゃうって思うから、本当わけわからん裁判官でも用意したって
昔認められていた、知ったことじゃないよって。お前らのせいで世の中どのだけむちゃくちゃなのか分かってるって。本当に。矢野さん裁判官のことじゃないですよ。矢野裁判官は良い人ですよ。多分あの本当に難しい、その終身刑とか、とか死刑判決、死刑判決まで関わったかどうかは分からないですけども、まあ、その最高裁判所の裁判官を降りた後、弁護士になってくれてるから。ちょ、そのジャニーズの件でね、元検事総長の伊藤が対応したよ。ものすごい大物。出てくるかもしれない。その人の後ろとものすごい今までの数裁判こなしてきた人つらーってこう弁護士協会丸ごとで動いた。やっとちゃんとした仕事が来たってN の残存量体とマッチしてるって、そんな英才はってなるから僕らもどう考えてもあんな時間給で住居手当も扶養手当もボーナスなしで働けってあの世界絶対無理やと思うねやんかって、あの多分誰か言ってくれると思います。本当にこれが史上最高の書き込み寺で、今までどんなことがあったんですかで、本当にそこだと思うんです、そんな話になると思うんです。本当にむちゃくちゃな人生なかなかない。阪神淡路大震災いつになったら助かるんやろ。ほんと結婚問題の話で釣りに来たやつがいて200万貸されてるから、東京都の方でも飲食店で仕事してる方が無難だと思うんだけども、ここの飲食店もともとここの神社にあって、で今でも弁当とか仕出ししていて、でここの再建に手伝って再建する方、不良再建じゃないですよ、そのそういう再建でもないし、そのちゃんと店を建て直すっていう、その建築し直すじゃないですよ、そのでそのお金貸してね、で結局ずっと金返さんで。本当に、でテレビ局行って追い返されるし、でそこのその東京都の愛宕っていう神社見に行った、ボロボロの飲食店って、これ笑いながら言ってるけども、これあんまり言えないけども、そのね、僕今までその一回だけ、人生で一回だけ本気で人を殴ってしまってるんですよ、大人になってから。でそれまでに何があったかって言ったら、そのエロ業界との対立のなのかどうか分かんないですけども、いろんな誤解の件とかもあるかもしれないから、淡井圭介のことを嘘を風潮してもらってる連中と本当にいるから、人の言ってる重要な部分っていうのが頭がすぐ抜けるやつ、本当にナチュラルで本当にそうなってるやつがいるから。でもう僕は二十歳前後の頃に神戸市立ホテルフルーツラーパークのバラの間のファントリーで全然見たことない人間に髪の毛染めてる男、思いっきり棒で言うよ、ブロー急に打たれて全然知らん人間、もうお腹抱えて、もうそのままうずくまって、もう立てない、本当に。そういう件もあったし、その秋葉株式会社だったら骨の間に指入れてくるやつ、あれ握力と相当腕力なかったら無理だから持ち上げようとしてくるやつ、もうめちゃくちゃ痛いから、それも。で僕がもともとそのアダルトコーナー置いてるショップとか何軒かもうその当時はそれまで潰してるから、閉店させるからでもうそこから先笑えないんだけど、何回もその週は株式会社の北神戸店に僕のこと複数でね、喧嘩売りに来たりからかいに来たりするやつらが何回もいたんですよ。でついに現れたのが、お前の家族も脱がすだのなんだのとか言ってきたやつがいて、もう我慢の限界来て、もうええわってなって、もう事務所を飛び出していくときに、その中和株式会社の、まあ、同僚だったのか何だったのかよくもうはっきり覚えてないんですけども、もう3人がかりで後ろからこう掴みかかられてるんですけども、全部振り払って、もう北神戸店のとバーンって開き渡して、もう逃げられるようにそいつらにもう全力で飛び出していって、で近づいていって、もう距離縮まってきたらもう普通に歩いていって、最後修羅の門の古法みたいな、ああいうふうな
近距離からの、ああいう状態で、うん、それでもまた2人で来てるんですよ、本当に。で、でもう一人の人間は、もうそれ見て、もう今度はそいつはうずくまってるから、そいつはそれ見て、もう急にガタガタ震え始めて、多分本当に今まで何回も喧嘩売りに来たやつ。でも人間やねんか、いつか我慢の限界あるに決まっとるやろって、こっち側がどれだけひどい目にやってるか本当に真面目に考えたことあるって。それで怒るな、ルール法律の正当防衛一体何のためにあんねんって。被害者がずっと被害者でいろ、そんな無理なルールあるわけないやろって。でそれで一回、それがその僕がね、一回だけ人生でその暴力を振るってしまってる件があるんですよ。でその時は警察官の人がね、すぐにもう救急車よりももう、いや俺の車ですぐ運んでいくわっていうことになって、警察手帳をね見せて、こんな服着とけば俺警察官やからっていうことで、で病院連れて行ったらしくて、まあ特にこちらが訴えられるような話じゃなかったみたいですよ。裁判所からの呼び出しはなかったはずですよ、僕の記憶では。もう何回もこいつらが喧嘩売りに来てるのも俺らも分かってるからっていうことで、まあ警察官の人たちが対処してくれたんだと思いますけども、だからもともとね、その政府上層部のその大臣とかと会って、皇族の人たちとかとお会いして、いろんな話が出回った時に、勘違い込みで喧嘩売りに来るやつとかもいるから、でもう自分から完全に複数でも一人の人間に対して喧嘩売りに来たら、だから僕は二十歳ぐらいの頃からもうこれぐらい この辺とかでね、家に向かって喧嘩売りに来てるやつはいっぱいいたから、本当にカールがある。だからどこかでそいつらが集まったら、もうそれも暴力団として認定されるから、そこまでしたら5年間仕事できない、本当に。殴ってるお前やろっていう考えになったやつ、今までの話もう抜けてる、先にこちらが殴られても何回も。一番ひどかった件は2008年かな、6月、男4人組に両顎を割られて、もう下の歯茎とかもうほとんど消滅してるから、えぐれてなくなって、もう唾液混じりの血だまりが3つで、犬を連れて散歩を歩いてた男性の老人が救急車呼ぼうかって言って、でもう両方終わられてるから返事なんかできない、できない、もうめちゃくちゃ痛いから、本当に骨がつながるまで、で威力的にももう揺れてるからもう無理やから、ああいうような状態になったら前後から同時に殴られて、多分同時ぐらいでヒットしてるから、前後挟まれた形で両方からこう振り返るときに両方ともやられてるから、前と後ろから本当は顔面と後頭部狙ってきたのかもしれない。普通狙いよ後頭部なんか、多分殺す気やったんちゃう、本当は殺人未遂の方で。その後神戸大学附属病院で強制わいせつされておから、女にもうどこにどんなやつおるか分からへん、本当にこの世の中。もうそれだけで、もう淡井圭介側かそうじゃないかだけで、もう他のいろんな件含めて考えても、絶対淡井圭介側かそうじゃないかで、もうかなりの部分で判断されるから、世界中の政府から。無駄やから、ツタヤとかチェーン店とかそんなことしても、グループ化しと暴力団と同じや、金の稼ぎ方に問題がありすぎる。被害者側が救われへん話がもういらんって、もう議論も同じや、もう書類出したところや、ええよ別になくなっても、レンタルの漫画の本とか普通の DVD、 なんならこちらでどんな DVD をレンタルで、貸し出したりとか本選ばせてほしい。あんまり大した内容のない作品はやっぱりあるから、どうしても、本当に漫画とかも本当はストーリーをしっかりと考えるのが大変であって、そうそうのフリーで見てそうそうにも見るんやった
ただただひたすら冒険してたまにもうさ現れ無理やこんなもん何でもアニメ化すればいいってもんじゃない。ちゃんとアニメ化させないっていうルートもちゃんと残しとかなあかんって。そうじゃなかった。ジャパンクオリティ信じてもらえようになるから、そういうの何回も出してもう絶対ダメになるから、赤もジャパンクオリティ終わったってなるから、せっかくワンピースとかね、こっちのあの真面目な方向からの話でもね、河川水門会式だの発で、なぜ主人公のルフィはギアなのかって、そのギアも違う。トヨタが逆にこれたくさんおかしいって鈴木と提携してもらったのにおかしいって電気自動車関係の特許ほとんどトヨタが持ってるからテスラさんもある程度持ってますけども特許の数だけで見ると何千っていう数の特許トヨタさんは持ってるんですどう考えてもよそが売っても販売料金の 2.5% 払わなきゃいけないその部品に関しての特許部員に関してですよ。これも自体じゃないですからね。その辺は全然金額違いますから。で、鈴木自動車さんももともと電気自動車の開発をしていなかったんですよ。で、電気自動車の開発に関しては日本の自動車メーカーで一番大きな企業であるトヨタ自動車が、まあ、中心になって、あとは日本の、家電メーカーと手を組んでなんですよ。電気メーカーと。まあ、日本の、総合決算、いろんな特許を。まあ、なかなかのものだと思いますよ。もうその辺のところの充電方式とかも中国の方と、まあ、ウィンウィンの関係とか、はまあまあ結べましたね。だもうちょっとラルクアンシェルさんの話からだいぶそれましたんですけども、まあ、久しぶりに全体的な概要で、今年皇居行って、これでもダメだったら、もう僕もお手上げ本当に、多分日本が胃の一番に滅びるんじゃないですか、本当に。食料の教育止まって本当に終わるから、もうエネルギーの残存量問題見たら分かるでしょ。まだ未だに覚えれてません。覚えてます。ちゃんと毎日それ、ライブ会場に来たお客さんに言わなきゃなんですよ。グレーの皆さんも、ラルフ・アンシェルの皆さんも、ビーズの皆さんも。その辺の大きな顧客を抱えてる人たちとか、大手ゲームメーカーとかも、もう言い出さなきゃならないんですよ。それ言わなかったら無理だから。節約の方に話進まないから。もうエネルギーの残存量問題とかも、この間職場の人とかに言って、そうなんですかっていう話になってるから。みんな全然分かってないから。だって公務員の方が覚えてなかったんだもん。その辺のね、仕事の人たちで、非正規雇用の人たちがね、どこまで覚えれるかって言ったらね、これ現実だから。だから本当は僕二十歳ぐらいの時にそのままの勢いでもう一気に作ってしまうべきだったんだと思いますよ。河川水門外式弾発電と地下水流トンネル発電。そしたらもう今この琵琶湖絶対出来上がってるから日本海に向けて。のほらね、2013年の頃の大雨の時に地下水流トンネル発電で発電してたら琵琶湖の水あふれ返ることもなかったっていうことなんですよ。以上です。まあまあ、まあ多分、ラルクアンシェルのライブも、ちょっともう本当に、金銭的な都合だけじゃなくて、時間的な都合も含めてね、完全に見に行くの無理だと思います。今更ファンクラブお金出して入ってまで見に行けるかって言ったら、どう考えても無理だから。いや、ちょっと前に小倉らしき人物が横を歩いていったのは、分かったんですけども、とっさに声出ない、本当に。やっぱり僕もそう。で、多分、小倉もそうだと思う。なんか、昔も同じように通り過ぎたんじゃないですか。もしかしたら、それ一回してしまうと、もうその後ずっと同じパターンになる可能性あります。もうみんな電波の中で生きてるから、神がかり的な力、プラスでね。だって人間の歩いてくる順番まで、同じ順番で歩いてきてますもん。多分、その後ろに歩いてる人は、その前に歩いてる人は別人。通勤通学とかじゃないから、そのパターンじゃないから。もうみんなハマってる。だから人減らしの方でコンピューター、電波が稼働してるのは多分、どこまで人間が抗うことができるのかっていう話になってます。以上です。皆さん、
ご対応ご協力のほどよろしくお願いいたします。まあライブの方はもともとまあね長年あれだけ活動していたら良い曲、まあまたアナログアンシェルのその曲一がグレイの皆さん曲一ついつい音楽番組に向かって本当はグレイも本当にすごい曲10曲ぐらいだからって言ったんですよ。言ったんだけども自分でさ53曲もものすごい曲何百曲と発表してあって販売してあってこれ歌詞全部覚えてます本当に長年の活動を目指してる人たちで本当にねもう僕の言ってる路線で歌詞切った方がいいと思いますよ本当に。あの無理してアルバムでどうせこんな曲をうろうとしても売れへんなっていうような曲を混ぜるぐらいだったらちゃんとシングルとしてでも通用しそうな曲だけをずっとリリースしてクオリティで勝負しに行った方がいい。仮に1年でもう今年は1曲しかできないっていう時があったとしてももうそれで通した方がいいと思う。そうじゃなかったらまあソフィアの皆さんもそうだと思うんですけど松岡さんの声だと思うんですよ。インディーズの頃の曲で夏の海辺でどうこうって歌ってらっしゃる曲なんですけどもペイサージブルーって聞いたと思うんですけども動画で検索しても見当たらないですね。もう曲見間違えてるのかなって思うんですけどもそれインディーズの頃に明らかにこのカセットテープで聞いた音だからカセットテープだったと思うんですよ。それを MD に移して聞いてたんだと思うんですよ。だからソフィアとしてもデビュー前の曲なんじゃないかなと思うんですけどすごいいい曲ですよ。もうその年の一番になってもいいような曲ですね。インディーズでここまでできるんだっていうだと思いますよ。いやまあプロなってからもう一回インディーズから出直ししてる人いるからわかんない本当にどうなんやろ声若く聞こえるけどってそれ聞いたのは2002年のサンパレスロッコキムジの頃だったからまあソフィアになる前かもしかして2つバンド掛け持ちしましたあるからそれ例えばデザイアっていうバンドの皆さんがジルスっていうバンドでまあ僕のホームページからアクセスできるようにしてますけどもジルスに関してはもうこの曲っていうのがあるんでもうこれだけは絶対その年のベスト10には絶対入れる曲っていうのがあったからああいうふうにちゃんとしっかり残せてるんですけどもまあそういう曲ばっかりを編成して日本の日本のバンドマンの歴史みたいな形でもいいじゃないですか。それを例えばね中国の方で中国語で歌ってもらったりしっかり翻訳できる方にね翻訳は別の方がしてくれたらいいかと思うんですけどもその歌詞の意味がねしっかりとその日本の意味日本語の意味としっかり一致する内容のものだからまあ歌い方でなんとかするんじゃないですか。その発声の仕方とかいろいろ違うじゃないですか、言語が変わったら。だからその辺の難しさとかあるかもしれませんけども。だからそれで各自の、その、どうします？何でしたっけ ?J から始まる日本の音楽界の、著作権の管理のところ。だからそこが、の一括管理で、どうしたらいいんでしょうね。その各バンドにお金振り分けるときの振り分け、その、10曲ずつ渡してみます。それだったら曲数何曲渡してが絶対間違えないから。その10曲渡して、この10曲で今年もうライブを行って、リリースも10曲リリースできるから、ハイペース、ハイクオリティのリリース。他国の人がびっくりするから
その曲まだ聴いたことない、こんなにすごい曲眠ってたのって知らんかったっていう曲がいっぱい出てくるからすごい勢いでリリースしてる1年間10曲も中国のベスト10で日本の曲が5曲ランクあるからそれこっちでそれ用の曲全部出してきたありえるから、それは本当にこちらの本当の話との本物のマーケティング力全ての業界の、中国のゲームメーカーとアニメ漫画映画業界音楽業界その全ての例えばね、中国で例えるとアメリカその全てを発揮してヨーロッパすごいから絶対もうそれはね、良い歌詞という曲じゃないと無理なんですが、もう今日ももう今22時20分になったらもうやめときますね、あのしゃべるのもう今日一日これ終わってしまいそうなんで、一応もうシャワー浴びた後まだシャワー湯張ってないからもうずそうぜもう間違いなくもっと前からもう夏場手前からだずっとシャワー、本当にもうこうしてるけど本当にシャワーだ、喋ってる言葉のその意味をもうそれぞれ受け止め直してるんです。本当に160リットルもう湯なんか沸かしてたらガスなくなる、日本人全員がそんなことしてたら世界中の人が全員して同じしてることだ、もうシャワーで済まされる国にはもうみんなシャワーで頑張ってくださいの方だから、本当に残り49年も先々掘っていく量も含めてだから、多分それでも消費が拡大すると思いますよ。東北河川水門解析弾発で2、3年はかかりますから、出来上がるの。本当にもう手上げ、本当はもう完全に人類追い詰められてるから、それでも車乗ってる人を本当にもう現実わきまえてってこういうことですね。以上です。皆さん、ご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。皆さん、電車バス等でのご移動ご協力よろしくお願いします。本数本当に満員になってきたら増やすだけでいいですから、本当にほとんどのところ、人口密集地帯神戸で言ったら三宮のあたりぐらい駅込んでるの、そこをちょっと離れたらもうすぐすくから、三宮と大阪間ぐらい、もう三宮があと西の方に離れていけば行くほど、北の方に離れていけば行くほど、スズラン台超えたぐらいから一気に乗客のお客さんが減るから、あとは谷上ぐらいとかでもだいぶまあまあちょっと人が増えたり減ったりとか、その先でしていくと、まあ谷上で増えてね、その後まだ減っていくんですけど、以上です。皆さん、ご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。大体のどこの地域でも同じです、本当に。